どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。今回もやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、ヤミジさん、宿題終わらねえわらさん、ルシファーさん、小林文忠さん、イハヤターさん、吉村豊さんからのリクエストですね。井口選手を作っていきましょう。右投げ右打ちですよね。セカンド、間違えたらごめんなさい。スタンダードのストップ13番。言わずのかな、ロッテ。天才プロで行こうかな、久しぶりに。天才プロ入りの、ステージ2、3あたりの、まあ、理想は2ですけどの、パネル転生とか来たら理想、お、いい天才じゃないですか、特に。行きましょう。まず選手には、会いたかったけどな、まあいいや。プロ入りをなくさないようにしたいのは山々なんだが、まあ、怖い、このハテナが。やった。はい、そして、おい。おお、なんだ、回復連チャン。怖いぞ、これは。金縛り行くか、あっとこう。はい。どうも、以前作った選手。パワー7。7ってなかなか上がんないですからね、そんなに。どうしようかな。上行っちゃおう。上取っとく。ミートパワーと。で、ゴール。これ、あれですかね。ちょっとなんか、早くやる気を上げなきゃきついパターンかな、成長させる上で。オールミート。でもいいよな、最悪。まあ、矢部くんもいるし。そうしよう。はい。痛いなぁ。はい。やべく、あ、いや、シャッフルするし。シャッフル。どうだ。おー、どうだ。上行って回復しとこう。8、いいね。美味しい回復をしてくれるじゃないの。ほい。あれー、減ってきた体力。やばい。で、せめて、あっとこう。走力7アップってね、なかなかこう、なくすわけにも、なくすっていうか、見逃すわけにもいかないんで。ステージ3。ちょっと体力が危うくなってきたな。ここだから青を取るだけうまく、あ、回復先行こう。6の宝箱、よし、いいとこ、来る、はず。あ、その前にカレンさんいけるな。あー、くそ、バカ、なんで一歩動かなかったんだ、カレンさん。あ、行った、よかった。うーわ、もう、危ねえ。今ちょっと、なんかちょっと変な暴言が出るとこだった。出てたかもしんないけど。肩アップ。で、やる気上げて、シャッフルかな。おい。最悪だ。やっちゃった。オール赤。まあいいや、でもそれでシャッフル。うまくこう、宝箱は取れるか？取れるな。おい。で、赤が青になれ、全部。あれば赤が消えろ。それもよし。それもよしだ。オッケーオッケーオッケー。まあいいや、はい。で、宝箱何が来る？総力超人ね。痛い。7だ。いや、マジか。で、これで選手にやって。はい。固め打ち。固め打ちか。なるほど、なるほど。ちょっと変えろう。痛かったー、ちょっと。やばいな。プロ入りあるからって油断しちゃいけないよ、これ。うわー、ゴールまで遠いし。このマップは、あ、でもまあ、かといって難しいマップでもないな。ほい。9回復して、ハテナでプロ入りなくすの、うわー。嫌なとこ下がるな。補給超人、補給が B。間もなく A って言ったとこだけど。うわ。全言撤回。難しいマップじゃねえって言ったけど、超難しいマップだわ、これ。せめてこれ、よーし、回復踏めた。よかったー、シャッフル。で、ゴール前をちょっと整理整頓させて。と思ったが嫌なところに来やがったな。よいしょ。とりあえず、まず軸をずらして。で、こうか。よーし、オッケー、逃げ切った。宝箱。あんなとこ行っちゃった。野球マンの位置次第で、宝箱だけ取ろう。野球マンは諦めた。守備、ああ、いいじゃん。よしよし、全体的にすごく良くなりました。おい。野球マン行く？いや、行っても、あ、人気者とかすげえいいな。ああ、どうしよう。無理だな。じゃあゴールで、ゴールした方がいい。よし。ラストステージ5。まあ、プロ入りあるからね。確実にちょっと、いいの踏んでいきましょう。ハテナでプロ入りなくさないよね。大丈夫だよね。そうじゃない。1、2、3、4、5で、ちょっと、最後、宝箱踏んで終わろう。さあ、最後、宝箱、プロ入りあるよね。はい、来い。さあ、来い。何が来る？理想はやっぱ野球超人伝だよね、ここに来て。肩か。まあ、おーわー。あー、これなんか最後の大現象なかったらもっといけたろう。くそ、悔しいやつだ。もったいねー。
でも守備の名手感はすごい出るんじゃない？やっぱ補給、守備力もうちょっと上げるべきだったかな。ちょっと見てみましょう。あーでもまあ、あーでもまあこんな感じか、ざっと。うん。でもまあ、あ、ファースト？え、でも、あー俺、どうなんだろう。前世紀のっていうリクエストもあったんで。ファースト、あ、どうだっただろう。まあ一応じゃあこれで完成ですかね。一応完成させていただきます。それじゃあね、まあ、天才使って、まあ、強引に持ってきました。最後の大現象がなかったらなーっていう感じです。とりあえずアップロード。おわー！お帰り！天才カードありがとう。はい、番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。こんなことがあるとは思わなかった。次回行きましょう。じゃあ一周回し見たいと思います。見事にチーム1位打率を叩き出すことができました。3割2分1厘というね、高打率。ホームラン12本、71打点、1盗塁。もうちょっと盗塁欲しかったかですかね。うん。でもなかなか、うん。3塁打。3塁打ってなんか言いづれな。まあでもそういうことで、いただきましたチーム最多だ、最優秀打率。打点もチームトップですね。ありがとうございます。いいね。ホームランはホームランはさすがに、あ、でもチーム3位だ。同率1位が2人いてて3位といったところで。うん、いい。なかなか、ちょっといい成績残せてよかったですね。三振は109個。バントが4つ。併殺、あ、10いかなかった。盗塁は、あ、2回、2分の1だ。成功率。なるほど、なるほど。もうちょっと行きたかったですな。さあ、守備はどうだった？失策11位。あー、まあ、でもそっか、セカンドだとやっぱボール多いもんな、来る回数が。守備機会多いけど、やっぱり、補給 A でもエラーするはするんだな。守備力がもうちょっと高かったら多分、一桁だったんでしょうけど。まあこんな成績でございます。というわけで、気に入っていただける方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日のところでお会いしましょう。ウカでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。